はい、皆さんこんにちは。車の大戦カカシノピーです。今回はね、こちらちょっと前に紹介したカーオールの鱗取りパッド、これね、この表面に液剤がついていて軽く擦るだけで鱗が取れますよっていう商品なんだけど、ちょっと難点が、表面についてる液剤がなくなったらもう終わりポイと捨ててしまう、コスパが悪いなっていう話をこの動画でしていたら、黄色瓶をつけて使っていますよっていう人がいたり、まあ、黄色瓶をつけたら再度もう一回使えるんですかというコメントをいただいたので、今回まあ実際に試していこうと思います。で、なんでこのスポンジを使うのかっていう話なんだけど、これすごい硬いんだよね、うん、で、この面で当てられることによって無駄な力を加えずに軽く擦るだけでこの鱗が取れる。僕はね、このスポンジがね結構すごいんじゃないのかなと思っているので、これを使いながら黄色瓶、これいけたらねコスパ的にもすごいいいんじゃないのかなと思うので、実際にね鱗だったり油膜を落としてみて、まあ、使ってみた感想ね、まあ、楽なのかいや楽じゃないのか、まあ、その辺をねちょっとレビューしていこうかなと思います。そしたら早速外へレッツゴー。実際に施工していくんですが、今回施工する窓ガラスこちらになります。と、1回ねちょっと油膜か鱗が残っているのかどうかちょっと水をかけて確かめます。すごいね、わかるこの水残り、まあ、これはちょっとね油膜なのか鱗なのかちょっと判断しにくいんだけど、まあ、もしかしたらコーティング剤の残りっていう可能性もある、まあ、とりあえずね何かしらがガラスに付着している状態です。なので、まあ、このガラス今マスキングテープ貼ったので、半分だけ鱗取りパッドと黄色瓶の組み合わせでね汚れを落としていきたいなと思います。そしたらまあ上の方からやってっちゃうか、どっちにしようかな、右利きだからこっちから行きます。で、鱗取りパッドのスポンジ、これはもうほぼ濡れていない状態で、もうねこの液剤残っていません。残ってないっつか、もうさっき落とした、水で全部落としました、もったいないんだけどね。でね、こういう風に擦ってもちょっと水が含まれてるのかな、さっき洗ったばっかだから、水が出るだけで白い液体みたいのは出てきません。ある程度ね乾いた状態、なんだろう、黄色瓶に結構水分が含まれているので、あんまべちゃべちゃな状態でやっちゃうと水が垂れちゃうので、ちょっと湿ったぐらいで黄色瓶を乗せる。これまだなんだろう、使ったことないのになんか解説してるけど、がいいんじゃないのかなと僕は思います。まあ、こう見ればすごいね、表柄で、これを落としていきます。ちょっと手邪魔だけど、ここ押さえたいんで、まあ、いっか。これ重要なのは楽なのか楽じゃないのか、まあ、落ちることは落ちると思うんだよね。あ、楽だね、もうほんと添えるだけ。一旦縦に行きます。で、この縦で落ちなかった分は横でやるとすごい簡単に落ちたりするんですよ。だからこの縦横の磨きっていうのは結構重要だと思います。で、逆にね水分が少ないとこの粘度が多いっていうか、水の弾きっていうのが分かりづらくなるので、この適度な水分っていうのは保っておいた方がいいと思うね。うわ、最悪、落としてしまった、もう砂つきました。ということで、このスポンジよかった2個あって、2個入りだからね、もう一つの方を使って落としていきます。まあ、あらかた落ちたんじゃないのかな、そしたらクロスでちょっと拭いていきます。ちょっと一旦窓ガラスを上げます。で、やってないところ、下の方、この辺の鱗を取っていこうかね。黄色瓶ちょっと足りなくなってきたので追加します。あ、ちょっと水多かった、やっちゃったよ、やばい。まあ、この辺はもうシャワーで流すしかないな。なんかこの量、水分の量っていうのは結構ねシビアにやった方が楽だと思う。何これ、ちょっと洗剤
ちょっと泡立ってない？大丈夫？あ、洗剤ついちゃったのかな。まあ、いや、一回洗い流します。この辺まだね、やり残しがありますけど、もうだいぶ違うね。だいぶ落ちました。うん、楽ですよ、楽、全然落ちる。これ端の方とかもやりやすいもんね。で、これ洗い流すとき、窓ガラスだけじゃなく、ちょっと今映ってないんだけど、ボディの方も洗い流してあげる。こういった感じ、全然違うよね。もうちょい近くで見てみようか。ちょうど境目の部分です。綺麗だね。そしたらまあこっち側は OK として、と他の部分ちょっと鱗をね、アップで写したいので、鱗が残ってる部分、そこを撮影しようかな。はい、リアガラスに来ました。この辺ね、鱗ひどいね。で、まあ汚れもあるので、一旦ちょっとリアガラス洗います。で、鱗がまだ残っているのか、ちょっとこの状態じゃ分かんないね。ガラス拭きます。どう？あ、全然残ってんね。これを確かめていこう。この鱗はもう拭いても落ちません。うん、残ってるね。そこにマスキングテープ、ここに貼って、上の方分かりづらいね。もうちょい下にしてみようか。何度もごめんなさいね。で、上も下も鱗あるね。この状態で下側だけちょっと擦って、鱗自体落ちるのか確認していきます。こういった感じ。まあこんな感じでいっか。そんな強く擦ってない。しかもちょろっとだけね。洗い流します。さっきみたいな弾きはなくなってるね。あとはまあ鱗がしっかり取れているのか。どう？取れてるね。剥がします。綺麗さっぱり。ちょっと上の方、この辺も拭くよ。こういった感じで、まだ濡れてるので分かりづらい。乾いたか。乾いたクロスで拭いていく。綺麗さっぱりだね。うん、いいじゃん、いいじゃん。そしたらね、一応この運転席側の窓ガラス、ここね、一面ちょっと施工していきます。で、上の部分、このバイザー部分だけ先にやってあるんだけど、こう全体的にね、等倍の速度でね、お流しするので、ちょっと無言にはなっちゃうんだけど、普段自分がねやってる水垢鱗取り、それとのそのスピードの比較、まあ速いのか遅いのか、ちょっとその辺をね最後見てもらえればいいかなと。いきます。うん、汚れてるね。もうほんと軽く手は添えてるぐらいのイメージです。ちょっと日が出てるからね、水分がすぐ乾いちゃう。逆にやりづらいわ。水ください。つけすぎたな。まあいいや。
本当力いらないからね、これは楽だよ。スポンジ強え。ざっくり終了。あー、このバイザーの上綺麗さっぱり、いかがでしたでしょうか。動画はもうこれで以上になります。はい、といった感じで動画の方以上になります。で、今回はね、こちらカーオールの鱗取りパッドとキーロビンゴールドを使って、まあ、その油膜だったりね、鱗は落ちるのかっていう検証をしてみました。で、これね、キーロビンゴールドの方裏面に書いてあるんだけど、ガラスの鱗かっこウォータースポットは除去できませんって書いてあるのね、うん、除去できるんだよね。まあこれ一応、まあその頑固な鱗までは落ちないよっていう意味で注意書きとして書いてあるのか分かんないんだけど、まあ今回も実際やってみて、まあ落ちてると。まあどのレベルが落ちないのか、まあこのスポンジの圧のおかげなのか、まあそこら辺もちょっとよく分からないんだけど、まあ落ちることは落ちますと。で、やっぱこのスポンジね、すごい、この組み合わせでも全然楽々、うん、落とすことができるし、まあキーロビンゴールドも、まあ、素晴らしい、プラスこのスポンジも素晴らしい。で、まあ落差で言うとどうだろうね、こう液剤をねちょってつけてこう擦る、このまあつける作業っていうのは増えるんだけど、まあ十分落とせるので、もしねこちらこの鱗取りパッドの液剤がなくなった場合は、僕はこのキーロビンで代用してもいいのかなと、うん、今回思いました。なのでぜひ気になった方は購入してみてください。で、今回はまあ違う商品同士の組み合わせということで、まあ、他にもいろいろできるんじゃないのかなと、まあ、考えております。まあ、なんだろうな、まあ、パッとは思いつかないんだけど、まあ、皆さんね、ちょっとなんかこれとこれの組み合わせどうなんですかっていうのがもしあればコメント欄に入れといてもらえたら嬉しいなと思います。それとね、この動画面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。